1年ぶりにこの、高円寺リーフに、帰ってくることができましてですね、まあ、これも一人にね、私の隣にいる、ゴールデスバトルム純平さんの、おかげでございまして、ね、私と純平さんはね、別でこれと別に4人編成の極東のハリーという、グループをやってるんですがね、その極東のハリーの、いわば、まあ、スピンオフ企画みたいなね、そんな感じで、ね、たまにあのこの昭和歌謡を中心に、やっているというそういうユニット番号牛乳でございます。これでしばらく、お付き合いいただきたいと思います。というわけで次は昭和の曲を Here we go。
あるが、一年前だとちょっとわからねえな。髪の長いよな、だってここにはたくさんいるからね。悪いな、他を当たってくれ。あんた、あの頃何なのさ。港の横横浜横須賀、半年前に辞めたせさ、あたいたちには挨拶ないしさ、前のお客を取ったってさ、そりゃもう大騒ぎ。人気を変えちゃいられやしないよ。あんた、あの子の何なのさ。流れてきた子だね。ジェルバがとってもなくてよ、三月前までいたはずさ。ちいちゃな子猫を拾った晩に子猫と一緒に飛んじゃうよ。どこに行ったか知らねえな。あんた、あの子の何なのさ。港の横横浜話していたっけ。前髪残したまんま人好きだったらおさらばさ。あんた、あの子の何なのさ。港の横横浜横須賀、たった今まで座っていたよ、あそこの隅のボックスさ。客がどっかを触ったって店飛び出していっちまった。うぶな年齢じゃあるまいし、どうかしてるぜあの子は。あんた、あの子に惚れてるね。港の横横浜横須賀、港の ギャラドゥギャラドゥギャラドゥ、人の陰の恋でも
ちなみに巷では、成人の日ということでございましてね、私も成人の日があった当然あったわけでございますけれども、成人の日ね、私はですね、当時もう洋楽オンリー、洋楽しか聴かないそんな若者でございましてですね、二十歳、まあ、ティーネイジャーぐらいの頃にそんな時代を過ごしていたんですけど、次に聴いていただけばね、そんな時にね、ものすごく流行っていた曲でございます。Here we go. Here we go.ライブで、ね、ジュリー、澤田さんの
ジュリーの曲を3回ぐらいやらせていただいたんですがね、もう本当にいろんなところでね、お客で言っても本当にもうジュリーの曲やってる人がすごく多くて、ね、改めてね、僕ら世代からね、もうちょっと上の人にね、本当に愛されてる楽曲なんだなと本当に思うわけでございますけれども、我々のね、マンゴー牛にも、ジュリーをやるときは大体これと、決まっております。というわけで、ヒロドラ From 1975しまい生きてることさえ嫌だと泣いた壊れたピアノで思い出の歌片手で弾いてはため息ついた時の過ぎゆくままに好みを任せ男と女が漂いながら落ちてゆくのも幸せだよと二人冷たい体は忘れる山の
Ha ha ha!